視聴いただきありがとうございます。みえちゅんです。今日はですね、久しぶりに海の見える目の前で撮影していこうと思うんですけど、今日はですね、なんで車の中で喋ってないんだと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、どうしてもですね、今日は車を運転しながら喋るということができそうにないので、今日は海に行きました。じゃあ今日はなぜ海に来て喋るかと思ったのは、タイトルにも書いておりました通りですね、今の YouTube のぶっちゃけと、私のチャンネルについてですね、感謝の言葉をですね、まずですね、私のチャンネルの収入についてぶっちゃけたいと思うんですけど、私の場合はですね、YouTube の大きな契約をですね、この2018年の大きな波に、飲まれまして、最後に5000円以上の収入があったのが、2月締めの、3月に、ありました。それが最後だったんですね。っていうのも、その時の規約変更っていうのが、チャンネル登録者数が1000人以上という大きなですね、新しい規約に、戦うことを最善尽くしたんですけども、間に合わなかったということ。その後にできた YouTube 審査ですね。審査っていうのは、著作権に違反したもの、もしくは YouTube が好まないものの審査が、1000人登録以上あってもダメですよっていう審査ですね。あったんですね。で、私の場合、先月ですね、その YouTube 審査、1000人登録以上と審査を通りまして、ようやく収益が発生いたしまして、8月の20日付でですね、5000円以上のですね、収益が発生しまして、ようやく今ちょっと通帳に記入してきたんですけど、皆様のおかげで本当にいただきましてありがとうございます。で、消去されたチャンネルも新しいですね。ちょっと調べてみると約1490チャンネルの方が、チャンネル消去にあったり、未だにですね、去年の8月9月あたりからですね、その収益を持たれている方も現実にはいるということもですね、調べたところいるということで、で、すでに3000人近い登録者数の、ですね、セロシオの秋さん、秋214さんとかですね、とかですね、もう3000人近い登録もあっても、順番に YouTube とか審査しているということで、まあ、見ていればいるんですけど、早くしてほしいなっていう感じですね。もう一つ、私の撮影の仕方もですね、この1年で大きく変わりました。当初はですね、スマートフォン1本でやるということをしていたんですけども、YouTube のいきなりライバルっていうのが、世界があって、ね、ビデオカメラ。こういう機材、もちろんパソコンの編集ソフトも必要だった。そして編集を始めるとですね、その楽しさ、いじる楽しさっていうのもありますし、やっぱりそのコミュニケーションっていうのが、視聴者様とのコミュニケーションっていうのが面白いなっていう感じることもありますし、やっぱり同じアルト、RS
ワークスやその他の車の動画を上げてる方でもかなりあの個性が出ますよね。これも吉野家、失礼しました、ヨッシーさんとも話したんですけども、やはりオリジナリティがあっていじる楽しさって あると思うんですよね。ただ YouTuber って稼げるんでしょとかそういうですね、イメージはですねほぼないと思っていただいてもいいと思います。本当に稼いでる方っていうのは、海外の動画総まとめとか文字スクロール以外で言いますと、UU に事務所所属していてなおかつ提供ですねを受けている方がですね本当に生計を立てれるほどの収入を得ている方なので、私はですね YouTube を、YouTuber ですね、一動画でも上げたら YouTuber と私は思っているので、YouTube をしているからといってめちゃめちゃ稼いでるとかいうのはですね、ほとんど周りにいないと思います。よっぽどじゃないと。前に、事務所を所属している方と、1000円でどれだけベルベルになって楽しめるかっていう企画にもお誘いいただいたんですけども、やはりですね、言えない話でいくとやっぱすごいですね。全然違いますね。はい、松田セブンさんとかもねゲーム系ですごく、私も驚くことの編集をされていて、すごいなって驚かせることを毎回思います。ある程度ラジオで喋っている方ぐらいの滑るコメント能力があるとですね、そういう編集ソフトを使っても、ちょっと切ってやるだけで、カットですね、カットするだけで OK だよっていう、レッドワークスとか、そうですね。そして動画投稿も毎日されていると思うんですけど、オフ会も、定期的に開催し、活動的にされていることもある。そしてツイッターやインスタグラムも、活用されているということで。なので、それに、おうちで当然ですね、登録者数っていうのを、確か、もうちょっと僕で1000人ですよね、レッドね。見てたらですけど、おそらくこれが再生される頃には6000に行かれるのかと。でちょっと話が飛んでしまったんですけど、私の具体的な撮影方法についてお話ししていこうと思います。はい、今車内に戻ってきたんですけども、先ほどまで撮っていたカメラがソニーのサイバーショットですね。今セカンドストリートとか、ブックオフで行くと3980円ぐらいで手に入るものです。中古でですね。こちらを今まで使ってきました。で、最近、家庭用ですね。時々、車の撮影でも使わせてもらうんですけど、ビデオカメラですね。で、今現状はですね、この、スマートフォンを固定するものに、カメラをですね、このように刺しまして、この大画面の、タッチ操作で、車の停止中に、録画再生をして、差し込んでやって固定します。で、これで撮影ができるんですけども、若干ちょっとね、高さが足りないかな、とは、そう思ってます。で、このままだと、とんでもないブレるんですね。もうそのままこう、ガタガタン、ガタガタン、ガタガタンってなるので、それを予防するために、この、ポーチですね。デジカメを入れているポーチをですね、ここに挟んでやると、ショックをですね、うまく吸収されて吸収されて、ブレが、若干、抑えられるんですね。ただ、ここに、ネジがあるんですけど、これがだんだん緩んできて、ふにゃふにゃになってくるんですね。これはグラグラになってくるんですけど、これを締めすぎるとですね、
もろに、この、ポーチをかましてやっても、直接ガタガタンガタガタンってなるので、うまくね、調整できた場合は、こう、うまくこう、吸収してくれるんですよね。なんですけど、硬すぎると、いくら、こう、ショックを吸収していても、ガタガタンガタガタンってなるので、その具合っていうのは、本当に、難しいです。いつの間にかちょうどいいぐらいになってる。ですね。で、ガタ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 ンってなってる動画はですね、ちょっと締めすぎたのかなとか、まあ、その場で固定をするんですけども、毎回違いますね。ということで、今日はですね、YouTube、私のチャンネルとですね、皆様のおかげで収益化したという雑談をさせていただきました。今日のところはですね、こんな感じで、締めたいと思います。本日もですね、お暑い中、ご視聴ありがとうございます。良いと感じましたかですね、ぜひ、評価、コメント、チャンネル登録、よろしくお願い申します。みーちゅぶTV でした。ではまた皆さんお会いしましょう。体調にお気をつけて。